はい。皆さんこんにちは。ワンダリーウルビシです。今回はプレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、コンプリートモード立浪編をプレイしていきたいと思います。今まではですね、シーバットこと、ヤマト、原子力潜水艦ヤマトを使ったコンプリートモードをプレイしてきたんですけども、今回は、通常動力型、まあ、いわゆるディーゼル型の潜水艦ですね。この立浪を操作してコンプリートモードに挑んでいきたいと思います。シーバットことヤマトとこの立浪を比べると、その能力、スペック、比べるべくもなく、当然ですね、原水のシーバットの方が、能力は高いわけなので、当然この立浪を使ってやる今回のコンプリートモードは難易度は上がるんじゃないかなと予想しています。では、早速ミッション1、レベル1。こっちをプレイしてみたいと思います。米海軍、デビッド・ライアン大佐が指揮する水上艦隊に挑むという内容です。モルック海峡です。まあ、どれほどですね、能力差があるかというところを見極めながらプレイしていきましょう。まず、今回は最初のミッションなので、保有ポイント6000ポイント、これを使って、魚雷をですね、搭載していくしかないのかなというふうに思います。で、マーク46の魚雷しか積めないので、これ、とりあえず15本全部持っていきましょう。で、スペックはここで確認できますね。立浪。海有使用型となっています。まあ、最高水中速力が20ノット。水上では10ノットとなっています。で、潜航深度も最大で400メートルということで、これ一つ取ってもですね、シーバットとは雲泥の差がありますね。シーバットはもうデフォルトで50まで出ましたからね。半分以下の速度というのがこの立浪になります。さあ、ディーゼル船立浪が真の世界最強の船であることを証明するために世界をまとめて相手にすると言っています。これ深町艦長ですね。まあ、映画、実写版映画の深町艦長とはね、だいぶ様相が違う。まあ、キャラクターもね、時代に合わせて、おそらく少しね、変えたのかなというふうに思います。ちょっとでもポイントは惜しいので、魚雷を撃って、沈没艦にですね、魚雷を撃って、ポイントを貯めて強化をしていきたいと思います。魚雷一本撃ちましたけども、魚雷の装填速度はそこまで、シーバットと比べて遅いなという感じはしませんね。ちょっと魚雷がうまく回りきれてないので、もう一本魚雷使いましょうか。ここはどうしても沈没艦を仕留めて、ポイントを貯めておきたいので、もう一本魚雷撃ちます。さあ、そうしているところで敵のアクティブを受けましたね。今、最高速度20ノットで航行中。敵艦発見。まずは魚雷、一本撃ちます。一番艦から。ちょっとこれはどうだ？もしかしたら、爆発の、沈没艦をね、撃破した爆発の、ノイズを食らってしまってるかもしれないですね。こちらもただその爆発のノイズを使ってうまく敵艦の耐水弾をかわしました。では、1番艦から改めて魚雷発射。これがまずヒットしてくれないと話にならないですからね。では、次の攻撃に備えて優先弾発射。かわされましたね。まずはこっちの魚雷が当たってくれ。当たらない。当たらないので、ちょっとかわしきれるか微妙ですけど、なんとかね、ちょっと、テンダーしましたが、残念ながら、食らってしまいましたね。いや、速度が出ないだけで、やっぱりそもそも魚雷というか敵の耐水弾ですね。これをかわすのが、かなり難しくなりましたね。予想して、あらかじめ進路を取って、かわしに入らないと、
なかなかかわしきれないかなっていう感じがします。ブライ命中。オブライエンですね。これ撃沈です。さあ、敵の機関を探しに行きましょう。さあ、敵機関発見しました。ちょうどウェイキーについてますので、このまま、まずはホーミング弾。これで当てに行きましょう。ちょうど衝突コースに入ってるかなと思います。命中ですね。駆逐艦5。撃沈です。まあ、ただ、20ノットしか出ない中では、なかなか苦戦しそうだな、というふうには感じました。では続いてミッション2、進んでいきましょう。米海軍マイケル M、バークベック大佐が指揮する潜水艦隊に挑むという内容です。複数の敵潜水艦ということですね。さて、立浪の方なんですけども、デコイをですね、搭載できるようにしました。敵の攻撃をかわすのがですね、ヤマトことシーバットの時であれば、その速度だったり、潜水能力だったりっていったところで十分にかわせたんですけども、まあ、残念ながらですね、この立浪だと、艦のスペック能力で回避するのが難しいので、デコイを使って敵艦の攻撃を回避していくということをやっていきたいので、デコイをですね、撃てるように改造しました。では、ミッション画面に入りましたので、まずボトムに入れない。そうか、先行能力400メートルまでの立浪なので、ボトムまでそもそもつけないということですね。では、ちょっと敵艦がいるであろう、潜んでいるであろう方向へと、指導を取っていきます。まあ、早速ですけど、沈没艦がありますね。これは、稼ぎをもらいましょう。では、敵艦を探索していきます。ちょうどこれ、沈没艦の近くに敵艦がいるので、沈没艦にダメージが入ったかな。入ってなさそうですね。潜水艦なんで、沈没艦の近くで敵を捉えれば、もしかしたら当たるかなっていう期待感もあったんですが、外しています。では、優先弾で攻撃を仕掛けていきます。ちょうどあのノイズの中にいる敵なんで、ノイズから出てきたら、こちらの優先弾が敵に迫ってるっていうね。まあそういうシチュエーションになればよかったんですけど、どうかな、当たるかな。当たりましたね。攻撃型の源泉、シーズン、命中。ただ一撃では仕留められない。ので、第2波、出します。正面から撃ち合う形になると思うんですけども、先に撃ったもん勝ちですよね。さあ、これも衝突コース。かわされた。では、次の優先弾出します。速度を落として。衝突コース。命中。ただ、まだ健在だな。まだね、同時に魚雷を発射できる数が少ないので、というか、まあ、1本しか撃てないので、まあ、1本ずつ当てていくしかないんですけど、なかなか、この、厳選クラスになると、もう沈まないですよね。駆逐艦をね、一撃で、撃沈まで持っていけたと思うんですけども。さあ、3発目魚雷命中。3発当てて、ようやく、厳選。一石撃沈ですね。では次の標的、すでに赤い矢印出ている方向へと向かっていきましょう。迫ってましたね。源泉が迫ってました。では、優先弾、先制攻撃当てていきます。速度も少し上げておきましょう。15ノット。敵もこちらを見つけてます。カッターを持ってきてないので、敵の優先弾を撃ってきた場合に回避する術がちょっとないので、早めにまず一撃当てていきたいですね。命中。攻撃型の減衰。モントペリー。では続けて、優先弾出します。
そこでも衝突コースに入るか。ちょっとかわされましたね。では次の優先弾、打ちます。いや、当たってる。ちょうどただもう一発どうせ必要なので、ここで仕留め切りましょう。速度を落として確実に狙います。命中。先ほどは4発かからずに3発で撃沈できたんですけども、このモントペリエは、これが、4発目の魚雷命中を狙ってます。さあ、どうだ。命中。まだ生きてる。これ、魚雷の数が足りなくなりそうだな。ちょっと敵の機関を集中的に狙うっていうことをしないと、この立浪だと、そもそも、撃沈に持っていけないっていうね、そういうこともありえそうですね。さあ、5発。5発当てて、撃沈。ちょっと心配になる。残りの魚雷の保持数ということになったので、敵の機関を見つけたら敵の機関を集中的に狙っていきましょう。沈没艦の近くに敵潜水艦を発見してます。これ沈没艦モルトも敵艦を撃破したいなというところなんですけど、どうかな、止まってくれるか。ちょうど沈没艦の近くに敵の潜水艦が潜んでますので、ね、向こうも気づいたな。よし、敵の機関でしたね。アナポリス撃沈です。さて、今度はカッターも必要だなっていうのを感じましたね。カッターもないと敵が優先弾を撃ってきたときに、どうしてもそれを回避する術がないかなというふうに今回感じました。では、今回は少し短いですが、ここまでとさせていただいて、次回以降、立浪のね、コンプリートモードを続きをプレイしていきたいと思います。